はい、今回はですね、目のむくみをですね改善する方法をお伝えしていきたいと思います。はい、いつもですね動画見ていただき本当にありがとうございます。炭酸生態のアンジです。今回も、炭酸の魔法をですねかけていきたいと思うんですけども、実はですね今日は僕はですね目が正直言ってですね、むくんでおります。はい、だいぶね今時間がもう夕方ぐらいになってきたんで、だいぶ目のむくみがですね改善してきたんですけど、朝起きたらですね目がパンパンやったんですね。ちょっとね昨日自分のセミナーというか勉強会でですね打ち上げでですねちょっと、飲んじゃったんで、ちょっとね目の方がね重たかったんですよ。でねちょっと疲れてるのもあったんで、はいって感じですねやっていきたいと思うんですけど、やはり目のねむくみっていうのはですねやはり水分の取りすぎだったりとか、僕みたいにちょっと飲みすぎたとかですね、目を酷使するとですねやはりこの目のむくみであったりとかですね目のたるみ、むくみからのたるみ、たるみからのシワみたいな僕は考えてるんですけども、やはりそのむくんでる状態をですね早くとっととですねケアしていった方が僕はいいかなと思います。放っておくとですねどんどんその目がたるんできて、この目の下のたるみであったりとかですね、どんどんこうたるんできて、こうシワが余計なシワができてきてですよ、こうブルドッグ顔とかほうれい線が入ったりとかするわけなんですね。だから僕は早く目の、むくみを改善してほしいと思うので早速やっていきたいと思います。でいつも使っているこのセイタイラズの炭酸スプレーですね、これを使っていきたいと思うんですけども、これもですねやはり炭酸っていうものがやっぱりこの体に浸透することによってその毛細血管を拡張するっていうですね最高の言えばですね効果があるんですね。それを利用することによってあなたのですね今やっているセルフケア、日常のセルフケアのですね質が上がります。はい、ぜひやってほしいと思いますけども、よかったらまたね概要欄見てください。でこの目の周りで、ね、こう1周かけてください。で僕もねこれねこの動画撮る前に何回もやったんですけども、だいぶそれでですね僕もやっぱり患者さんとね接する時があるんで、こう目が腫れているとかなんてナンセンスなんですよね。なので僕も一生懸命この目のケアとかしてたんですけども、今日せっかくなんでやっていきたいと思うんですけども、この眼輪筋という筋肉、ここがですねやはりこの血液の循環が悪くなったりとかですね余計な水分が溜まったりすることによって、目がむくんじゃうってことなんですよ。でこの目のむくみをですね改善するためにはこの筋肉をねあらかじめですねこうマッサージしていかないといけないんですよね。でこれもやり方としてはですねこの眼輪筋っていうこの目の下の周りとこの目の上の眉毛のところをですねしっかり緩めていくってことなんでやっていきたいと思います。まずですね人差し指でですねこの 目のこの目頭の指こういう感じで置いていただいて、ぐーっとこんな感じぐーっとねこう皮膚だけじゃなくてガッと押してください。ガッと押して筋肉をねアプローチして押し込んでこう揺らすような感じ、こう左右に揺らすような感じですね。はい、で揺らしながらちょっとずつずらしていってください。こういう感じこういう感じでずらしながらやってください。はい、よろしいでしょうか。これだけでもですね全然もう目がね自分の目の感覚が違ってくるんですよ。で結構ねやっぱ眼輪筋疲れてる方はこれ痛いと思うんですけども、痛くならないようにね痛くならない程度でやってください。こういう感じでで、はい、これもねずーっとこうねずらしながらやっていってほしいんですけども、これもね1、2、3セットぐらいですねやってください。をこう1回やって、もう1回目頭から戻って、これを3回やってください。でこの次はこの目の上眉毛の方ですね、こう人差し指でグリグリとこういう感じで左右にこう眉毛もこういう感じで見えます。こういう感じでですねどんどんこの目が眉頭の方、眉尻の方までこうずらしながら持っていってほしいんですね。こういう感じで、これね僕眉毛の上結構痛いですね。はい、痛みが出てます。痛い、でも激痛じゃなくてね痛気持ちいい感じなんで僕はこのまま続けていってるんですけど、その痛さにねちょっとこう弱い方、痛がりの方はですねあまり無理しない方がいいかなと思うんですけども、こういう感じでちょっとこの指やりにくかったらこっちの指でね、この眉毛を上をこうグリグリとこういう感じでやってください。おお、痛かったです。はい、びっくりするぐらい痛かったです。疲れてますね。やっぱ人前で喋ったりとかねセミナーとかするとですね、やっぱこうね顔とかやっぱ疲れるんですよ。あ、もう全然違います。眉毛が、はい、キリッと、左目がですねキリッとしておりますけども、でこっちもね合わせてやってほしいんですけども、こっちがあとですねここですね、この鼻のところ、ここですね、指を鼻のこの引っ掛けてください。この鼻筋に引っ掛けてくれも引っ掛けてもらってこっちに持っていくような感じ、ぐーっとこういう感じね。はい、これ注意してくださいね、目に
指をつかないようにしてください。こういう感じ、こういう感じ、いいですね。はい、だいぶ、あ、さらに良くなりましたね。だいぶ目がスッキリしてきました。はい、で、これでこっちの左目の方終わったんで、次右目の方行きたいと思うんですけども、同じようにこういう感じね、こういう感じで、はい、でこれこするとね、こう皮膚が赤くなったりするのがやっぱり嫌じゃないですか。なのでこのスプレーとかもそうなんですけども、化粧水乳液とかね使って、あなたのテンションの上がるですねものを使ってください。はい、こういう感じね、はい、これも3セットしてください。おー、いいですね。はい、で僕はですね、こういう時はこの眉毛の上のですね、ここが結構やっぱ僕は疲れております。疲れているので、ここはですねやっぱり入念にやってほしいと思いますね。意外にあなたもですね、目の下よりもこの眉毛の上の方がこう結構痛い、あ、痛っと思うかもしれないですね。僕も結構ここら辺、特に目が疲れてるんでしょうか、これね、ゴリゴリっていう感じでこうしてるんですけど、コリコリしてるところあるんですけども、これやっていってほしいと思います。はいはい、これ、ね、3セットぐらいやってください。はい、おお、右の眉毛がですね上がりすぎちゃいましたけど、やっちゃいましたね。はいですね、次こっちの鼻の鼻筋のこう、こっち横に引っ張ることで、この目のね筋肉をこうストレッチじゃないですけど、こう伸ばしていくようなイメージですね、やってください。はい、これはね、さっき時間見てなかったんですけど、10秒1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じでやってください。はい、あ、結構いいですね、目がすっきりしてきましたね。で、これ僕朝やったんですけども、今夕方でやって、このこんな感じなんですね、目がパッチリ開いてきてるんですけども、最後にね、この目のこの疲れ、目がむくんでくるとですね、やはりここが腫れぼったくなってくることによってですね、老廃物がやっぱ下がってくるんですね。老廃物が下がってきて、これ予防なんですけども、目の下のこのむくみとかですね、目の下がこう膨らんでくる、脂肪がこう入ってくるっていうかね、こうたるんできてですね、目の下のたるみですよね、こういうものを改善していくために、この頬骨をちょっとこう中に締めるような作業もしてほしいと思います。で、手のここを使っていただいて、こういう感じでいっていただいて、中に押し込む、中に押し込んだ後に上に持っていくって感じですね。中にいて上です。はい、いきますよ。で、これもですね、グッとこうして、こういう感じで、で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 これ10秒が長いんで、ちょっとしんどいなと思ったら5秒にしてください。はい、グッと押して、1、2、3、4、5、はい、もう一回いきましょう。はい、1、2、3、4、5、はい、 OK です。これを3回やってください。で、この頬骨を中に入れることで、上に上げるっていうことで、ま、前回というかね、過去の動画でも言ってるんですけど、この頬骨がね、こうむくんできたりとか、顔のね、いえば目がむくんでくると、この頬骨がこう外に広がりやすくなってくるんですね。で、頬の骨が広がりやすくなったら、ここにむくみとか老廃物が溜まってくるので、こう顔がこう大きくなったり、横に張り出したりするわけなんですけども、それをまあ予防するためにこれもやってほしいと思うんですけど、このまま次、中に入れた後は、このままここをまだ使って上に上げるような感じですね。これも5秒いきましょう。はい、1、2、3、4、5って感じですね。はい、で、やめて。はい、もう一回いきます。1、2、3、4、5って感じですね。はい、いいですか。はい、もう一回いきましょう。はい、頬骨を上に上げるような感じで、上にね、上げてくださいね。はい、1、2、3、4、5って感じですね。はい、これが一連の目のむくみを改善しながらですね、次この頬の張り出しを防ぐ予防ですね、この2つをお伝えしました。で、これもね、定期的にというかですね、目がもうむくみやすい方はですね、常にやってください。で、目のむくみがですね、こう常にやっていただくことによって、目がむくみにくくなってきますから、そうなってくると本来のあなたの目の大きさだったり、目のパッチリしている表情になってくると思うんで、もっとさらにですね、あなたが美しくなると思いますんで、ぜひ試してみてください。またこの動画良かったら、またいいねのボタンをぜひよろしくお願いします。またですね、チャンネル登録もお願いします。ではですね、また次回お会いしましょう。さよなら。